多分ねこれ左回りに回った方がねいいみたい。なんでかっていうと、あそこにねガイドレールがねあるんですよ、こう夢を避けるやつ。それがね左側にしかついてないんで、左側でね避けて行くようなんで、多分左回りで買った方がねこのやついいみたいです。さっき右側やったらね結構ね踏ん登っちゃってダメなんですよね。なんでちょっともう一回やり直します。まあ、こういう感じで中でやってます。また詰まったね。結構詰まるね。やっぱり下がまだねちょっと緩いんですよね。根っこごと入ってきちゃうとだ。もうちょっと待った方がいいかもしれないね。本当は。ちょっと危ないね。ここで。ここ
詰まっちゃうんですよね。すごいです。ここでも送れなくなっちゃって詰まっちゃう感じが。大体詰まる。結局ね、詰まらない動画を目指すなんですが、やっぱりね、今年も重度の詰まりは多分ないかもしれないけど、結構軽度の詰まりはね、あるかもしれないね。大変だ、稲刈りは。結局のところまたバラつくな、これ下の方様子なんだよね。こういう風に土がついちゃうんですよね。ここに上からね、切れないで上がってきたやつが中に入ると詰まっちゃう。こういう土が出る。枯れてないのかな、下で。多分ちょっとあれかもしれない。なんかこういう風に土がねついてきちゃうんで、もうちょっと少なくした方がいいかな。もうちょっと左からね今度やってみます。あ、これも土が、あ、結構なんか土がいっぱいついてる。なんかねすごいですね、土が多い、めっちゃ多い。なんだこれ、しかも取れない。土がもうこの状態でくるんで、これが原因だね。寝っ転がってっからかな。なんかダメですね。根っこはね、やっぱ。ああ、下もね、やっぱ根っこがね。でも根っこから引っこ抜けてんね。あ、もうちょっと浅くしなきゃダメかな。この引っ張るところ。切れる前に引っこ抜けてる感じですね。あれはね。これでやってみようかな、また。なんかやっぱりちょっともうちょっと火を加熱してからやった方がいいかもしれないね。これもう一回いってみます。踏まないとエンジンかかんない。右にかかる。あれかかんない。なんだ、入ってくるか。ダメなんだ。矢が入ってもかかんないみたいな。あ、それは全開になってるから。砂としたほうがいいかもしれないけど、やっぱ欲張っていっぱい刈ろうとするとダメです。特に倒れてるところはダメです。倒れてるところは大丈夫だね。なんとも大丈夫。やっぱね、倒れてるとこはね、倒れてるとこはダメだね。倒れてるから稲がないと思いきや倒れたままなんで、そういうとこがね、結構枯れにくくなってます。
を買ってるのか分かんなくなってたって分かりにくいけど、これまで結構動いてる。このままでさ。